空き箱チャンネル。遠い遠いどこかの世界、不思議な車両が走っている鉄道があったそうな。それが妄想鉄道。さて今日もまた不思議な車両がやってきたようですよ。さて今回の車両は1983年に発売された、今なお愛される家庭用ゲーム機そっくりな車両。小豆色のボディに初期のソフトを思わせる V 字のラインも輝いています。それではまた次回。